私には幼少の記憶がない。ただ両親が優しかったのは覚えてる。お母さん、お腹すいた。お母さん。さつき、ごめんね。ごめんね。これしかないの。さつき、3日後あなたに大事なお役目があるのよ。お役目って何？喜びなさい。あなたは大司教様の比類ない英知で生まれ変わるの。人間としてワンランク上に上がることができるのよ。
サツキヌーおいっす。ああ、水原さん。何？相変わらずあんたってネクラね。たまにはおいっすとかいい返事返してみなさいよ。まあいいや。サツキーヌ、今週末こそほら前から言ってたランド行こうよ。週末はダメ。集会がある。もうそんなもの宗教にどっぷりハマってる親たちに任せればいいじゃないか。本当は行きたいんだろう。ほらその顔は知ってるんだよ。サツキーヌがランドで買ってきたポッキーのパンツ愛用してること。行きたいけど。親の押し付けなんてスルースルー、やめろやめろ。まったくもう。子供が親を選べたらいいのに。サツキーヌももっと明るく健康的にさ。その結構胸もある体で男子を脳殺とかしろよな。プリンプルーン。あなたがさつきちゃんね。よく来たわ。えらい、本当にえらい。そんな若いみそらで物の道理と自己犠牲の尊さを分かってる。素敵よ。目的もわからずに無感動に親の言うことをひたすら聞く。きっととってもいい子なのでしょうね。はい、マスターマガリ。うちの子は本当に素直で従順で。教団のお役に立てるならば何でもと進んで名乗りを上げました。あっそ、それよりお前らは上納金を支払いな。どんだけ滞納してると思ってる。猫マサツキ、何時は自らの意志でその運命を受け入れるか。親の押し付けなんてスルーする。
猫マサツキ。どうだ？運命を受け入れたコラの親は、見返りとして、教団内で大きな地位を手に入れる。よし。さつき、その息やよしだ。友達の水原の分も生きろ。あんたは私のもとで暮らすがいい。愛玩動物として飼ってやる。代わりの親も、すぐに用意してやるわ。では、心霊手術。始めまーす。